車といえばトヨタにしましょうか。トヨタ、秋夫さんトキオ、トヨタさんですね。これね、いいんじゃないですか。トヨタは大きくなりすぎてお客様から離れてしまっていたとこれ。トップがね、これを言えるっていうのはすごいなと思いますね。まあ確かにトヨタってもうめちゃめちゃ大きくなって、じゃあ何が欠落してしまったのかっていうのを客観的にこのトップが見れるっていうのは素晴らしいことだと思いますよね。うーん。 た多分ね、トヨタさん、このまあ、僕、トヨタの歴代の社長全部知らないですけども、この今の社長さんは、なんか今までとちょっと違うというか、なんだろうな、なんか違う感じするなっていうのは感じますね。うん、なんか挑戦もするし、なんかユーザビリティのことも、いろいろな視点でね、考えてるかなっていう。そうあの ともしかしたらセルシオとか復活するかもしれないですよね。クラウン復活しましたからね。セルシオ復活ありえそうですよね。セルシオの復活うん。うんともしかしたらセルシオ復活するかもしれないですよね。もしかしたら。うん。なんかやってくれそうですよね。 うん、まあトヨタといえばセルシオっていうところもあると思うんですよ。まあクラウンはもちろんあ、あのー、昔からあったんだけども、クラウンがあんだけもう全部リメイクして、全部というか結構もうデザインも一新してね生まれ変わったんですげえなと思ったんですけど。うん、なんかうんトヨタはちょっと昔となんか違うなっていうのはすごく感じますね。やっぱトップが変わると、まああとねトヨタさんのその まあ今 YouTube でね公開してますけどその役員会議みたいなあの労働,労働組合との話し合いとかも YouTube でさらされてるんですけどすごいっすねなんかうんなんかうんなんか大企業なんだけどもうーん大企業らしくないというかなんかベンチャーっぽいというか ソフトバンクの孫さんもう大企業もすげえ大企業になったと思うんですけど、なんかベンチャーっぽいじゃないですか。なんかそのベンチャー精神みたいなのが、なんかすごく感じられるなっていうのを思いますよね。うん。なんか大企業の社長さんって、なんかもう、それは使っちゃうというか、まあ安泰というかね、まあある一定は回るわけじゃないですか、もう構造上、仕組み上。で、しかもまあ大企業だから、 その仕組み構造を直すの大変だし、でもまあ、うん、ほっといてもある程度回るしっていうところで、うん、なんかん、トヨタさんはなんか、今までとなんか違うかなっていうのは思いますね。うん。まあ僕はトヨタで働いてないので、まあ中身はどうなってるかわかんないですけど、まあ旗から見たかか感想ですよね。うん。まあ少なくてもね、YouTube のおかげで、で、その現場のその、生の、その、 会議とかもこう出されてるのでまあ、まあ、YouTube ありがたいですよね。一時期ね、だからトヨタのその、あの、会議みたいなのずっと見てましたからね。うん、ありがたいですよね。っていうか、あれも普通しないんですよ。だってな、内部でね、やり合ってるとこなんか YouTube にさらさないじゃないですか。だから、挑戦ですよね。全部見せるっていう。 なんか普通は隠すんですけどはいいってらっしゃい。